シルバーのうまさではないね人っすねやばいやばすぎるってこれ見てチートじゃないって言ってるやつやばいってそういや YouTube で昨日ぐらいに関さんときいやあのさいるんだよ最近ストリーマーの対戦動画をリプレイから撮ってきて流してるチャンネルがあるんだけどそこにさ俺とプッさんの対戦動画があったのおっ 見てみようって思って見てたらあの2ラウンド目から急にお互い止まりだしてコンボ練習しだすんだよねクソ笑ったわあれ圧倒的な攻め圧倒的な対空天木プルル VS アリケンの対戦みたいなのがあるのに途中から急にお互い止まりだして風水エンジンのコンボしだすんだよなコンボ練習なのにそれが動画になってんだよ俺とプッサンの本気の戦いみたいなノリでクソ笑ったあれあショーツじゃなかったこれこれあるじゃん 最初は普通にやり合ってんだよ最初は普通にやり合ってんじゃんでもどっかでまだあっ <laughs> ほらほらはしった始まったはしった <laughs> なあ急に急にコンボ練習のターンなんだよこっから そうこ,こ,ここら辺飛ばしてるけどこの3ラウンド目で急に談合し始めるからだ俺らこれマジ好きここでお1対1だって思ったら急に急に <laughs> ガチおもろいこれこれマジおもろい ダメだろ対戦動画でこんな俺の声もプルルの声も入ってねえのにいきなり練習しだす動画やばいだろマジでほら俺が教えてるこうだよこうだよつってこうだよって案件札が入った後はチューパンが入るよって言ってんだろうなこんばんゴールド1でチーター AI らしきものに当たったのですがどうすればいいですかちなみにそいつは7分で24連勝ですマジ本当にちょっと見に行ってみる本当に 7分で24連勝ちょっと見てみる最近チーターが流行ってるらしいからなちょっと教えてよ確認するよ俺が俺が確認するよ一番上の剣了解ですさあ緊急で動画を上げなきゃいけないかどうか確認したいと思いますさあモダンまあ今んとこまだ普通うん昇竜出るまあモダンだから出るオーディハード昇竜出る 投げ抜け1回目うんうん、まあ、これもモダンなら見てからいけるインパクトま,ま,まだ分からんかぶっぱ読ん4でフルコンボ大パン大パンはいはいうまいねでもシルバーのうまさではないね人っすね 自動コンボもついてなさそう。このただのサブ、サブじゃないこれが24連勝7部。あー、7分で24連勝してるのが。どうしよう。全部普通だ。うーんなるほどなるほど。まあまあまあ、まだわか,かんないよね。まだ。まだ動画のネタになるかどうかわかんないよね。アイアンルーキーからスタートしてるぞ。 ランクマッチ7分。サブアカじゃないかもうアカウント自体サブだと思うよ。だって、40、52戦しかやってないもん。まあ本当のチーターはいるからな。ちょっとあの、ザンギーフのやつ見せてよ。あれ見ようぜ。ザンギーフのやつの ID 教えて。まだ、あ、でも、もし、チートか AI だったらもっとやばいよ。やってること。もう投げ全部押すわ。なんかもう、ほとんどガードするわ、みたいな感じだから。 まあでも確かにシルバー隊とかのでやっててあんなやつが来たらねえ AI かって思っちゃう可能性もあるしねちょっとあの残疑のやつ見せてよちょっと見に行こうぜ多分ググったら出てくるでしょあいつの名前引っ越しの前にこれが話題に上がっててさすげえ気になったんだよねこれまあまあコパンに1回ぐらいはねありそうだけどね <laughs> やばいこれ何がやばいかって このコパンでは打ってないのにぜっこ、こっちで出してるのがやばい。これ2回連続まだ押してたらいいけど、当たってるときだけパリだからね。多分自動投げ抜きもついてるな。うん。多分キャミー、これ、ボットってか、チートじゃないって言ってる人いるのがやばいよな。 やばすぎるって。これ見てチートじゃないって言ってるやつやばいって。これ見てこれぐらいはうまいザンギーいるってのがやばいよね。いや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 もういないよ。やばいどうしよう。ネタかどうかわからんこの人のコメントが。てかもうなこの何がおもろいかってさチュンリーの人も怪しいと思ってさ一生コパン振ってんだよね。チュンリーの人も何か怪しいと思って一生コパン振ってんだよね。 まあどう考えてもどう考えてもチーターでしょちょっと一回じゃあコメントだけ隠して見てみるか自分は残疑使いですが右手小指で常にパリーボタンを構え前に歩くのでこの人ぐらいパリーは取れることもありますあとスクリューは1回転でなくても出ます不正を疑いより強くなりましょう通常技牽制されてるしジャスパの練習台にされてんじゃないの だったらコパ一発も当たらんよ。自分ができないからって何でもかんでもチート扱いは良くないよ。チート級にうまい人なんてこの世にいくらでもいる。理不尽にぶち切れてるのわかるけど、これチートだよね。理不尽だよ。あなたは負けてないって言われたいなら喧嘩腰で噛みつきまくるより、同情票を逃すだけだと思う。 喧嘩したいなら理想的ムーブだけど浅いのにチートですよねって決めつけてんのきついないかにもチートだと言ってほしそうで草すげえなーうーんまあでも本当にこれ俺の感想だけどスト6めっちゃなんかエアップっていうかなんか増えたからなこんなもう誰がどう見てもチートだけどなんだろうまあうん そのスト6やったことがある人なら、ジャストパリーがどんだけやばいことかわかるしな。実際こういうチートの攻略法あるの。あ、でも、ゲー勢はチーターに勝ってるよ。あの、前もチート、あの、ストファイとか、 で、出没してんだけど、プロゲーマーは勝ってるね、チーターに。だ結局、なんでチーターに勝てるかっていうと、チーターも技を振り返すときは自分の入力なわけじゃん。で、そういう技振ってくるところに差し返してダメージ入れて、プロは勝ってるね。そう、鉄拳の人とかも、だから格ゲーは割とチーターに勝てるんだよね。俺は会ったことないけどそう、孫さんとかも討伐してるからな。チーターに勝てるゲーム。まあでも、普通にチート使って負けんの、意味わかんないけどな。だって、投げ、応答でやってくれるんやで。基本ガードでいいやん。 んんなもんでオートガードもついてんでしょうもう技踏んなきゃいいのにな巨大化残疑はあれは勝てないね無理だね一生小足のフレームにいて動けないからそうなんか AI だのシートだのいろいろあるらしいねまあでも正直あの残疑の動画は絶対に黒だね100黒だねスト6とても興味あるんですがキーボードでも戦っていけるでしょうかいけますキーボードも割と動けますこのゲームまあでもなんかやっぱり無知っていうかうーんしかも誰一人追消ししてないのがすげえわビビる まあでも格ゲーはなまあプロでもまあさすがにあのプレイはしないけどでもやっぱりいいことじゃんねやっぱそういうスト6あんまわかんない人でもこういうことができるんじゃないのかって思ってるってことでしょまあでももしかしたらねさっきのコメント欄の人みたいな勘違いもあるかもしれないしねまあでもある程度戦ったらわかるけどなチートっぽいとか